こんにちは、のぶです。今日は12月26日。今の時間が12時11分です。宮古島です。宮古島の今、新しい市場、JA の市場に来ています。以前、紹介もしたことありますが、今日は新しい市場で、買い物をしました。以前石垣島で何でしたっけ、かまぼこにおにぎりが入ったのを紹介しましたが、宮古島にも似たようなものがあります。こちらです。ヘルシーかまぼこっていうやつです。宮城かまぼこ屋さんが作っているヘルシーかまぼこです。これをさっき JA で買ってきたんですが、真空パックされております。そして温めてお食べくださいっていうことだったので、そこに JA にあった電子レンジで言われた通り2分温めてきました。しかし今めっちゃ暑いです。こういうやつですね。これで値段が、すいません、これが309円ですね、一つ。まあ、いいのでなんですが。真空パックしてるので、お土産とかも持っていけると思います。中は、暑いな。暑いのにあれですか、わかりますかね。こんな感じです。丸いかまぼこです。暑いので素でちょっと持つのが厳しいんですよ。暑いこんな感じです。とりあえず熱々なんですが、一口いただいてみたいと思います。味が先日の石垣島のやつと、まあ、似てます。で、こちらは、玄米とかが入っているそうです。こんな感じです。食べ口はですかね、なかなか美味しい。かまぼこに人参とかも入ってます。こちらもお届けします。それでは、宮城かまぼこさんのヘルシーかまぼこいただきました。ありがとうございます。